コンテスト初出場の人はどうすればいいのか。うっすら腹筋が見えている人は5ヶ月ぐらい設定しましょう。これ一番最初はとにかく長めに減量期間を取ることがベスト。確実に途中で迷ったりとかするからね。一方、初出場で増量幅が大きい人は1ヶ月でマックスで落としてもいいのは3キロと捉えて逆算して設定してみてください。1ヶ月3キロ減。というのが一番筋肉量を守りながら体脂肪を削っていける目安かな。4キロ5キロ最初の1ヶ月目は落ちるんだけれども、最後の最後になればなるほど綺麗に落ちていくことはなくて、目安としてだいたいマックス3キロで、その3キロペースというのはね、理由としては初出場の人っていうのはもともと過去データというものがなくて、最初についている今の体脂肪っていうのは硬くて落ちにくい傾向がある。ですので余裕を持って減量するということが非常に重要なポイントです。